回です。今回ですけども、今回の最初のプロの動画は、シプリームのね、関する動画になっております。はい、というね、まあ、シプリームに関する動画、久しぶりですね。はい、まあ、どういう動画かっていうと、まあ、最近ね、シプリームの 24SS の、ウィーク1のね、立ち上げがスタートしたということで、まあ、オンラインと店舗でね、まあ、開催されてますということで、で、もうね、ほんまに、いろんな SNS 見てると、これ買いました、みたいな、そういうね、投稿だったり、いろんなの上がってますけども、正直言っていい。お前らね、買うのミスってるわ。正直、お前らダサ。ちょっとね、お前らセンスねえわ、正直。ごめんな。こういうタイプの人間なんですよ。はい。でね、まあ、それにちなんで、まあ、半分冗談なんですけども、それにちなんでね、今回は、今回のね、シプリームの 24SS の立ち上げの僕に、僕が思う、おすすめアイテム、今回3点紹介したいと思います。はい、ということでね、まあね、正直今から紹介するアイテムは売り切れのアイテムも、まあ、ぶっちゃけあったりすると思うんですけども、まあでもね、オンラインで売り切れてるからといって、まあ、店舗にあったりする場合もあるし、まあスニダンとかね、スニーカーダンクでね、その買えるっていうね、まあ、そういうのもあると思うんで、まあ、そういうのもね、まあ、ぜひね考えながら、まあ、見てほしいなと思います。はい、まあ、正直今から紹介するアイテムを買えば、おしゃれです、あなたも、そういうねダサい投稿をしてる人たちから、脱却できます。はい、なんでね、まあ、皆さんそれを信じて、僕が今から紹介するアイテムをね、まあ、どういう色の合わせ方だったり、どういうアイテムと合わせるかっていうのもね、まあ、ちょっと紹介できたらなと思うんで、まあ今から紹介するアイテムを買って皆さんもね、おしゃれになりましょうと。まあ、ああいうダサいね、奴らから、距離離しましょうということで、やっていきたいと思うんでね。はい。まあ、そんな感じでね、皆さん、今から紹介するアイテムを買ってくださいということでね、じゃあそんな感じで、まあね、いつも通り、始める前にはさせてもらうんですけども、僕のチャンネルはね、1日に2本投稿していまして、18時に1本目の動画、21時に2本目の動画で、僕のチャンネルはね、他の YouTuber とちょっと違くて、メインチャンネル、サブチャンネルって分けてるんじゃなくて、メインチャンネルに上がるような動画とサブチャンネルに上がるような動画をこの1本のチャンネルで上げてますと。で、それが18時に上がる1本目の動画がサブチャンネルに上がるような動画で、21時に上がる動画がこのチャンネルのメイン動画になるんで、この動画はね、きっかけに僕のことを知ってくれた方もいると思うんで、まあ今日もね、21の動画、出るんで、このチャンネルのメイン動画ですね、出るんで、ぜひグッドボタンをお願いします。そしてね、僕ね、毎日2本投稿してるんで、いろんな動画上げてるんでね、ぜひね、これからも見てほしいなって思うんでね、ぜひチャンネル登録お願いします。はい、というね、じゃあ早速ね、今からシプリームのね、24SS、ウィーク1のね、立ち上げ、これをね、買えば間違いなし、それ以外を買ってるやつはダサい、そういうアイテムをね、紹介していきたいと思います。はい、でね、じゃあまず1点目です。はい、これは、ちょっとね、ロングコートっぽいパーカーですね、フード付きの。はい、これは正直、3色ね、こうやってあるんですけど、僕がおすすめなのは、この、迷彩色、グレーの迷彩。他にね、カーキーと黒があるんですけども、カーキーと黒はね、ぶっちゃけいらん、この、迷彩グレーの迷彩が一番おすすめ。これはねマジで買った方がいい、正直に言うとこのデザインってあんまないんですよ、でこのねバックプリントも結構可愛くて、このグレーの迷彩と合うこの水色の、フォントのカラーがすごいマッチしてる。これはね、なんて言うんだろうな、差別化もできるアイテムだし、まあ、なんていうの、迷彩ってなんか結構ダサいみたいな賛否両論分かると思うようなアイテムなんですけども、僕はそうじゃなくて、なんかもう迷彩に柄を合わせる人は、まあ、俺はダサいと思うんですよ。めちゃくちゃダサい、それは。でも迷彩プラスシンプルに、例えばこれだったらシンプルな黒のデニムだったり、黒のワイドデニムとか、まあ、その、まあ、白のパンツでもいいし、まあ、そういう迷彩プラスシンプルな色合わせとかだったら、俺はそれはもう超絶なおしゃれ、マジでそれはもうすんごい、はたから見てももうこの人はすげえなと。迷彩を着こなす人っていうのはそういう人であって、僕もそうなんですけど、やっぱり迷彩プラス柄物で合わせたり、その、ね、迷彩プラスその派手な色と合わせるっていうのはちょっとねナッシング、それは。まあでもそういう合わせ方をするパターンで、おしゃれなものもあるよ、ぶっちがあるんですけども、このアイテムを使うならそうではないなっていう、まあパッと見この柄もさ、グレーの迷彩プラスちょっと、まあ、オーバーサイズなシルエットだから、そう余計シンプルなものに合わせた方がいいんですよね、こういうのって。そうだから、まあ、おしゃれ上級者、まあ、僕みたいな感じにしたい人はこういうのを買ってみてもいいんじゃないでしょうかということで、はい、
まあ、これねちょっとソールドアウトになってしまってるんですけども、まあ、 オンラインでソールドアウトなだけで、まあ、スニダンとかさ、まあ店舗にも、まあ、あったりする可能性も全然あるんで、まあ、ぜひ買ってみてください。で値段 92,400円ということで、まあ、全然ねシプリームのこういう、まあ、アウター系というか、まあ、こういうそのものっていうのは、まあ、そんぐらいしますよということで、まあ、全然ねそんぐらいの価値あると思うんでね、まあ、シンプルにね黒とかカーキみたいなそんなシンプルにさそういうちょっと無難なところ行かず、まあ、せっかくシプリームで買うならこういうのこういうねグレーの迷彩買ってもいいんじゃないでしょうかということで、まあ、普通にせっかくならっていう理由だけじゃなくて普通にこの3色だったら僕はグレーの迷彩が一番おすすめかなと思って、まあ、僕もぶっちゃけこれは買おうとは思ってるんですけども、まあ、ちょっとねそのこのオンラインでソールドアウトなんでちょっと今度店舗とか行ってみようかなとちょっと思ってますね。はい、ということでね、じゃあこれがまずおすすめのアイテム1点目ということで、じゃあ次2点目いきたいと思います。はい、というわけでじゃあ次2点目こちらです。これはシプリームのロングスリーブですね。ロングスリーブの、ロンティーですね。はい、ちょっとね派手な柄なんですけども、これパッと見さなんかムンクの叫びみたいなさこのさ絵に似てない？パッと見なんかこのパッて見たらさムンクの叫びっぽい雰囲気あるじゃん、だからおすすめ、っていうわけではないんですけども、でこれ16,500円、ということで、まあ、全然ね安いですよね、普通にシプリームでこのデザインのロングスリーブ T シャツが16,500円で買えるのはなかなかないですよね。大体僕このアイテム見た時これ25,000円ぐらいとかするのかなと思ったら16,500円みたいな、これは正直買っていいと思う、普通にインナーとしてこれを着たりしても全然使えるし、これメインで例えばそのデニムに合わせてもそのインパクトあるし、まあ、なんかそのいろんなねそのデニムとロンティーとかってやっぱりこれから春とかってそういうのがね結構トレンドというか、まあ、そういうので結構合わせる人多いと思うんですけども、そういうねロンティーとかで周りはねシンプルなロンティー使ってるけど俺はこういうねちょっとアクセントあるロンティー使ってちょっとお前らとは違うんだぞみたいなそういうのも出せるし、ぶっちゃけこれはめっちゃかっこいいと思う正直で、これもね一応サイズはまだ残ってるということで、ぶっちゃけこれは僕ね買おうかなって今思ってるんで、公認紹介とかでね、まあ、これから上がってきたりとはすると思う可能性もあるんで、まあ、ぜひ楽しみにしてくださいということで、これね正直ほんまにおすすめ、まあ、パッと見ね難しいし、これってね賛否両論マジで分かれそうなんですけども、でやりすぎてない感覚もあるんですよ。なんかシプリームって結構やりすぎてる、デザインがちょっと派手すぎてやりすぎてるっていうアイテムもぶっちゃけあるんですけど、これはねいい感じな、今までにもないしいい感じのギリギリのライン攻めてるんで、これは普通にシンプルに、ワイドデニムとかに合わせたら渋い感じが出るし、インナーとかでね、まあ、そのカーディガンのインナーで着てたりとかしてもいいアクセントになるんで、正直これはおすすめのアイテムかなって思いますね。はい、まあこれを着こなせないやつはね、まあその程度ですよ正直言ったら。はい、まあそういう感じでやらさせてもらってますということで、はい、まあそんな感じでじゃあ次3点目いきたいと思います。はい、で次、ラスト3点目こちらです。はい、これは、スウェットパンツですね。はい、サイドにラインが入っててシプリームっていう風に書いてあって、で、まあこれは、これも迷彩のねブラウン系の迷彩のスウェットパンツですね。で、まあ、他にもねこうやってカラーあるんですけど、僕はこの茶色の迷彩がおすすめかなと思ってて、また迷彩かよって思うじゃん。いや僕ね別に迷彩が好きでこうやって迷彩をばっかりおすすめするっていうわけではなくて、普通に別に僕も迷彩めっちゃ好きっていう人ではないから、でもそれでもおすすめしたいみたいな感じです。はい、でこれは何がいいかっていうと、なんかあまりなさそうな点っていうのもそうだし、まあ、合わせやすそうシンプルに、まあね、サイドにねそのラインが入っててそういうところもね、まあ、いいと思うし、まあね、こういうねスウェットパンツでこういう迷彩のパンツって意外とないんですよね。だいたいそのカーゴパンツ系の生地とかそういうのになってくるんで、でだいたいそういうねパンツとかっていうのは、まあ、そういう生地とかで全然変わってくると思うし、まあ、そういう点でもおすすめだし、まあこういうブラウン系の迷彩っていうのもなかなかない、カラー的なところでもあまりないような感じ、だし全然迷彩っていうのはインパクト強いんだけど、このブラウン系の迷彩も合わせやすい絶対に、例えば、まあ、白黒でも合うしピンクとか入れてあげたらピンク茶色で合うし、でアクセントでちょっと迷彩入ってるみたいな感じも出せるし、だからこれはちょっとねほんまにおすすめかなって思いますね。
で結構ワイドシルエットな感じもすると思うんで、うん、まあぴったりあのサイズ感選んでぴったり履いてあげてもいいし、ワイドシルエットで履いてあげてもいいなと思うから、そういうところに関してもなんか履きやすなんか着回しやすいし、うん、色合わせもいろんなカラーで合わせれるし、あまりないしみたいな、このねもうおすすめの3点セットが揃ってるんで、これはちょっと買ってもいいかなと思いますね。でこれ 24,200円で、まあ、これもソールドアウトになってるんですけども、まあ、そのさっき言った通りスニーダンとか、まあ、店舗ではまだあると思うんで、まあ、ぜひね、まあ、買ってみてくださいよということで、はい。まあその他にもこういうあと4色あるんだけど、他はねぶっちゃけね、過去のシュプリームの、アイテムとかでも同じような感じのは出てたりするんですよね、やっぱり。だからそういう面では別にそんなおすすめしないというか、うん、今までそれを買ってない人は別に他の色買ってもいいと思うんだけど、まあ、その、まあ、別に買ってたとしても買ってなかったとしてもこれが一番おすすめかな、うん、ブラウンの明細が、うん、それ以外はね、うん、あんまりおすすめじゃないっていうか、これを買ってるやつはあ分かってんだなと、うん、おしゃれだなと、うん、これを買ってるやつはほんまにねおしゃれな人なんで自信持ってください、うん、これを買ってないやつはほんまに、ダサいっす正直、うん、正直ね、はい、まあそんな感じで、正直ねこれはね、まあスウェットパンツとかっていうのはね履いてみなきゃやっぱり難しいところもありますから、正直ねそういうところはちょっと出てきちゃうんですけども、僕もちょっとこれ試着してみたいですね、うん、はい、ということで、まあ、そんな感じでね、これはちょっとね今回のシュプリームの 23SS のウィーク1は結構おすすめできるようなアイテム、うん、ちらほらあったんで、結構ね皆さんねぜひ参考にしてみてくださいということで、じゃあね、まあ、そんな感じで、今回ね、この3点で、終わりたいと思います。はい、でね今回ね18日の動画は、シュプリームのね、24SS の、ウィーク1のね、アイテムということで、まあ、そのね、中でおすすめのアイテム、3点紹介したんですけど、正直言わせてもらうともうほんまにもう忖度なしで言わせてもらうんですけども、これを買ったらお世話になります。これを買ってないやつは、一生ダサいままで続けてください、うん、僕のねおすすめのアイテムは、ほんまにおすすめなんで、ほんまにこれ着たらお世話になれるし、差別化できるし、うん、量産型から抜け出せるし、うん、やっぱ量産型って思んないでしょ正直、やっぱねシュプリームってそのいいブランドなんだけど、やっぱり被るんですよね周りと、うん、本当に、うん、人気なブランドなんで、人気なブランドだからこそ被るっていうのはあると思うんだよね。かといってね人気じゃないアイテムを買えばいいっていう、そういう甘い話でもないんですよね。そうだから、まあ、それも踏まえてもう今回ね、まあ、その量産型にもならないし、うん、まあ、かといって別におしゃれじゃないアイテムではない、うん、だから、まあ、そういう両方のね、点で、これはね、今回おすすめのアイテム紹介できたんで、はい、まあ、ぜひね、皆さんね、これを信じて買ってみてください。ということでね、まあ、合わせ方とかもね、紹介できたと思うんで、まあ、僕もね、今紹介したアイテムはちょっとね、狙ってるところもあると思うんで、まあ、ちょっとね、オンラインではソールドアウトになってしまったんですけども、まあ、店舗とか、スニーダンとかで、まあ、買えるタイミングがあって、ちょっと買おうかなって思ってるんでね、まあ、そういう時は、購入紹介とかね、購入紹介出すんで、ぜひね、チャンネル登録とか、ぜひね、チャンネル登録とかして待ってくれたらなって思います。はい。でね、じゃあそんな感じで、ね、今日のね、18日プロの動画はこれで終わりにしたいと思うんでね、21日にね、このチャンネルのメイン動画上がるんで、ぜひね、そちらもね、見てほしいなって思います。ということで、じゃあね、この動画終わりたいと思います。ありがとうございました。